ビクトル・バシンは、ロシアのサッカー選手。ロシア代表。ポジションはディフェンダー。PFC チェスカ・モスクワ所属。1988年、レニングラードで生まれた。スメナサッカースクール在籍時には、守備的 MF でプレーをしていたが、途中で CB に変更をした。2006年、PFC スパルタクナリ地区と契約しそこで、プロとしてのキャリアをスタートさせた。 成地区では、主に B チームでプレーをし、経験を積ませるため、2009年にファーストディビジョンの f c ジニノブゴロドへレンタルされた。レンタル先のクラブでは31試合に出場し、得点を上げた。2010年シーズンにスパルタク成地区に戻ってくると、クラブ躍心の立役者の一人となった。2011年1月16日、 ロシアプレミアリーグの強豪 PFC チェスカモスクワへ4年半の契約で移籍をした。しかし翌月に膝を負傷し、全治6ヶ月の離脱を余儀なくされた。2010年8月、若手主体のオリンピックロシア代表に招集され、8月11日のラトビア代表との試合に出場をした。2010年11月、ベルギー代表との親善試合で A 代表デビューを果たした。 2017年3月28日のベルギーとの親善試合で代表初得点を記録。ジスカ・モスクワ公式プロフィール。ありがとうございます。